ツイッターとかフェイスブックのプレゼントってね、結構当たるらしいんで、僕の友達の山ちゃんはね、なんと iPad mini 2つも当てたんですよ。 iPad mini 2つですよ。わ、それいいなぁと思ってね、僕もツイッターとか iPhone とかのプレゼントをね、ガンガン応募しまくった時期があるんです。そしたらなんと NTT レゾナントが運営してるポータルサイト GOO ってありますけども、そこのプレゼントが当選しまして当たったんですけど、まあ、明らかに iPad mini とかの大きさじゃないですよね、これね。もうすでに中身は何が当たったか知ってるんですが、シルエットを見て、応募するっていうものなんですけども、ほんとひどいな、もう。ちょっと破れ、手書きだ。手書き。なんだこれ。ポロリおめでとうございます。ポロリって今出てねえだろうよ。覚えてる？今、若い人知らないだろうね。お母さんと一緒の、ニコニコプンっていう、着ぐるみの劇があったんですよ。そのポロリ。なんでこれがプレゼントなのかわかんないよね。何がしたかったんだろうっていうのがあるよね。いいなぁ。グー。ゆるくていいな。ゆるい会社大好き。うん。いいですよね。そういう会社、本当に。だからこれもらった俺もどうしようかなっていう感じなんで、どうしたらいいですかね、これ。